アグネス・フローラは日本の競争馬、繁殖品馬。1990年の大賞を制し、同年の JRA 賞最優秀4歳品馬を獲得した。主戦騎手は河内洋。母アグネス・レディは1979年の優秀品馬優勝馬。自身の3区にも、それぞれ2000年2001年の東京優秀と、さつき賞に優勝した。 アグネス・フライトとアグネス・タケオンがおり、日本競馬史上唯一の記録である母子三代によるクラシック制覇を達成している。1987年、北海道三国町の折りて牧場にて、アグネス・レティの6番子として生まれる。父ロイヤルスキーは短距離からマイルを得意とする三区を多く出した主王馬であり、母は六着に敗れていた、大賀賞での雪辱を望まれた配合であった。 馬長の降りて正義は、幼駒の頃の本馬について、これまでのアグネス・レディの3句の中では、やはり一番よくできた馬でしたね。柔らかい感じで体に幅もあったし、文句のつけようがなかったと語っている。競争年齢の3歳に達した1989年、母を管理した長浜彦三郎の息子、ひろの旧車に入った。担当厩務員の大川哲夫は、母と同じ。 また東京からまたがった騎手の河内洋も母の主戦騎手を務めていた。河内は本番の素質を非常に高く買い、周囲にはこの馬で急馬身は離して勝つと宣言した。12月9日に阪神競馬場で迎えた新馬戦では生涯唯一の2番人気だったが、2着に10馬審査をつけて初戦勝利を挙げた。後に河内は、 フライトやタキオンでもあれほどの自信はなかったね。新馬戦ではと語っている。この時点で、長浜と川内が相談の上で、大賀賞を見越したローテーションが組まれていった。その後、翌年初戦の条件戦を三馬審査で勝利、続くエリフィンステークスで初めて不良馬場を経験したが、後位から抜け出して連勝し、大賀賞への前哨戦、チューリップ賞では単枠指定を受け、 逃げた。ケリーバックをゴール前で楽に差し切って4連勝を挙げた。大賀賞最後の直線の様子4月8日に迎えた、大賀賞では、前走に続き短枠指定を受け、単勝オッズ2.2倍の一番人気に支持された。レースは数頭が先行争いをした結果、重ばばながら800メートル通過が45秒9というハイペースとなり、川内アグネスフローラは、 中段8番手前後に控える形となった。最終コーナーの地点で先行勢が失速、同時に前の馬に乗り上げたスイートミトゥーナと故障を発生したレガシーワイスの機種が落馬し、アグネス・フローラも含む数頭が煽りを受けてババの外側へ振られた。最後の直線ではケリーバックが先頭に立ったが、 体勢を立て直して外から追い込んだフローラが残り200メートル付近で、これを捉え、一馬身一、四差をつけて優勝。母の雪辱を果たすとともに、史上国民目の親子によるクラシック制覇を果たした。馬主の渡辺多漢は、表彰式後のインタビューにおいて、涙を浮かべながら、11年は長かったなぁと語った。この勝利によって、渡辺は、アグネステスコのエリザベス女王杯。 アグネスレディのオークスと合わせ、馬種として、金馬3冠を達成した。また、河内は、大所賞3勝目で、これは、当時の最多勝記録となった。競争後、河内は、最終コーナーでの事故に触れ、外へ逃げ気味になって、少しひるんだところもあった。でも、よく立ち直ってくれた。本当に、根性のある馬ですとフローラを叩えた。続いては、金馬クラシック2冠と、 クリフジ山一以来となる母子制覇を目標にオークスへ向かった。父方の決闘から2400メートルの距離に対する不安視があったが当日は一番人気に押された。レースはトーアルビーが大逃げを見せ前半1000メートル通過が58秒6と大歌唱に続くハイペースとなった。アグネス・フローラはやはり中断に控えた後 最終コーナーから直線にかけて先段に進出。最後の直線では、大賀賞と同じく、ケリーバックを捉えて先頭に立った。しかし、後方大一企を取っていた衛震サ2位に残り100メートルの地点でかわされ、同馬から3、4馬審査で2着となった。競争後、左前足の骨折が判明し、休養に入った。骨折は、軽度のものであり、 秋のエリザベス女王杯を目標に調整されていたが、その後の経過において、屈辱園を発症。以後復帰することはできず、オークスを最後に競争生活から引退した。以下の内容は、netkeiba.com 及びジャビスサーチの情報に基づく。アグネス・フライとアグネス・タケオン引退後は、繁殖品馬として、北海道千歳市の八代大ファームに、予託つなぎ用された。 しばらくは目立った3区がなかったが、5番子、アグネス・フライトが2000年に東京優秀を制し、アグネス・レディから母子3代にわたるクラシック制覇を達成。起乗した河内にもデビュー27年目でのダービー優勝をもたらした。さらに、フライトの翌年に生まれた前、弟、アグネス・タキオンは2001年サツキ賞に優勝。クラシック優勝頻馬が、 複数のクラシック優勝馬を生んだのは日本競馬史上初めての例であった。2頭の3区が活躍をした一方で相対的には客部不安を抱える3区も多かった。2番コアグネスセブン王はフライト、タキオンと同様にクラシック制覇を期待されていたが低要援を発症して不出走のまま引退。3番コアグネスセレーネーはクッキー炎のため一戦のみで引退。 アグネス・フライトは5歳児に、クッケン園で1年半以上の休養経験があり、アグネス・タキオンは3冠を期待されながら、クッケン園で引退。アグネス・サージャンは、新馬戦を勝った後に骨折で、長期休養し、その後2戦のみで引退した。長浜博之は、タキオン引退発表後のインタビューにおいて、周りからは、裏を返せばそれだけ走るからだと言われるんですが、 僕自身が思うのは、そういう血統であることが分かっていて、なおかつ、こういう状態になるというのは、やっぱり我々の管理がどこか抜けているんじゃないかという気がしているんですがね。おばあさんしかり、お母さんしかり、それから、周りの血統の馬もみんな、人体だとか裏筋だとか、中筋を痛めてきているわけでしょ。だから、そのあたりが何とかならないのかなと思うんですね。まあ、ジレンマなんですがと、 反省の弁も述べた。アグネス・フローラ自身は2005年の出産後に低用炎を発症、治療を続けていたが、8月8日、その悪化によって死亡した。18歳没。その死後の2008年、アグネスタキオンが内国産死母場として、史上3頭目のリーディングサイヤーを獲得した。ありがとうございます。